あなたをこんなに思ってること、あなたは全然知らないでしょ。もうやめようってつぶやいても、気づけば一周してまた考えて、気になるくらいが楽しかった。ハマっちゃったらもう遅くて、返事既読一期一会、気になって仕方なくて苦しいよ。